もしその過去の間違いから何か役に立つ教訓を引き出さないようであれば、そして何か経験から得た有益な目的のためでなければ、決して過去を振り返ってはいけないよ。もしあなたが自分で価値ある人間だと思っているならね、質の高い人と交際しなさいよ。つまりね、質の悪い人と付き合うくらいならね、一人ぼっちの方がいいんだよ。すべての国々に対して信念と正義を貫くことだよ。そしてすべての国と平和と調和を育みなさいよ。神と聖書なしでね、一つの国家を正しく統治することは不可能なんだよ。神があなたにしてほしいことをあなたがしているか確認しなさいよ。で、そうであればそれを全力でするんだよ。もし言論の自由が奪い去られたらね、みんな押し黙って静かになってしまうよ。ちょうど屠殺場に送られる羊のようにね。戦争の準備をしておくことはね、平和を守る最も効果的な手段なんだよ。自由というのはね、一度根が生えると急速に成長する植物のようなものだよ。忍耐と精神力があればね、年齢に関係なく素晴らしいことを成し遂げるものなんだよ。すべての人に丁寧に接しなさいよ。が、皆と親しくしてはダメだよ。あなたが自信を持てるまで、つまりその人が信頼できる人かどうか、よく試してから親しくしなさいよ。幸福というのはね、広い外部の世界にあるのではないんだよ。その人の心の内部の枠の中にあるんだよ。自由を愛し、法律を尊重し、勤勉な習慣を続け、それに道徳と宗教上の義務を守ることがね、国の幸福のみならず、個人の幸福には必要なんだよ。その闘争が厳しければ厳しいほど、勝利もまた偉大なものになるんだよ。それが良い例であっても、悪い例であっても、実際にあった例こそが最も力強い影響を与えるものなんだよ。政府というのはね、理性ではないんだよ。雄弁で決まるもんでもないんだよ。政府というのは力なんだよ。それはちょうど火のようなものでね、
面倒ばかり起こす召使いと、恐ろしい主人のような関係なんだよ。一瞬たりとも気を抜いて、無責任な行動をしてはいけないよ。全知全能の神の摂理を確認することは、すべての国々の義務なんだよ。神の意志に従い、神の恩恵に感謝し、神の保護と慈悲を乞い、そして謙虚になることだよ。国の憲法は、私が決して放棄することのない指針なんだよ。アメリカのキリスト教徒を地球上の他の人たちと分けているのはね、私たちアメリカ人はひざまずいて死ぬことはないということ。私たちアメリカ人は立ったまま死ぬということなんだよ。私の母は私が会った人の中で最も美しい女性だったんだよ。すべて母のおかげだよ。私の人生における今の成功は、私が母から受け取った道徳、知性、それに健康教育によるものなんだよ。私のことが嫌いだって。愚痴があれば、愚痴はまずカードに書くこと。そしてそのカードを丁寧に半分に折って、あんたのお尻の穴に貼り付けることだよ。男らしくて人徳があり、幸福な人を見つける最善の手段はね、若い頃、正しい教育を受けた人の中から見つけることだよ。そういった基礎がない人から選ぶとなるとね、私の意見では、他のどんな方法も失敗するものだよ。消火器、つまり武器というのは、憲法の次に重要なものなんだよ。それらは人々の自由の歯のようなものなんだよ。真実というのはね、苦しんでいる人たちがそこに光を見出した時にはね、あっという間に広がっていくものなんだよ。According to Wikipedia, it writes that Marano as follows. The term of Marano originally stands for a sort of a disparaging word which means Jew who converted to Christianity in order to avoid persecution but continued to practice their religion secretly. Signa Marano or Maran's hand is a hand gesture of the Marano, though it is now widely used as a symbolic hand signature of justice.
マラノという言葉は、もともとは迫害を逃れるため、キリスト教に改宗したユダヤ人を意味する別称語として使われていました。そうしたユダヤ人は、キリスト教徒のふりをしながら、密かにユダヤ教を信仰していました。マラノの手は、現在、正義を意味するハンドジェスチャーとしても広く使われていますが、もともとはシグナムマラノ、つまりそのマラノであることを示すハンドサインということになります。広志林、浜祭り、ジャパン。現在、マナヌスの手は、イルミナティ、もしくはイエズス会のシンボル的なハンドジェスチャーとして広く使われています。これがイエズス会の紋章です。中央に IHS と書かれ、周りを太陽の模様が取り囲んでいます。この IHS の意味について、イエズス会のホームページは、これは救いの人イエスの略称であると説明しています。つまり、3文字の頭文字を取って並べたのが IHS であるとです。まあ、他にもいろいろな説があります。ギリシャ語でイエス、IES の E がですね、H に変わったものだと説明する人もいます。あるいは、この文字そのものにですね、意味があって、それは、この印によって汝は勝利を得んと、を意味すると説明する人もいます。あるいは、この十字架に救いありを意味すると説く人もいます。まあ、いろんな説があるということは定説がないということですね。で、現在の法王は、その、イエズス会の出身です。フランシス法王です。そのフランシス法王の紋章が一番上です。で、この紋章をよく見ますと、これは、ローマンカトリックの紋章にイエズス会の紋章を加えたものであることがわかります。これがカトリック、ローマンカトリックの紋章です。それにイエズス会の紋章を加えて、そして、中央のフランシス法王の紋章になったというわけです。で、このフランシス法王の紋章に注意していただきたいと思います。青い部分です。その左下に8方向に伸びる星が描かれています。これはローマンカトリックの方では、マリアを意味する、マリアを象徴する文様だと説明しています。で、しかしこの8方向に伸びる星ということになりますと、バウンダリストも見るまでもなく、これはイナンナ・イシュタールの紋章です。シュメルではイナンナ、バビロニアではイシュタールと呼ばれていました。その中央、最上部に、まあ、君臨するのが、女神中の女神、すなわち、イナンナ・イシュタールということになります。なわち、このような形で計らずも、マリア、キリスト教で言うマリアというのは、イナンナ・イシュタールであるということを、まあ、フランシス法王は示したということになります。が、それだけではありません。この上の部分を見ていただきますと、ここに太陽の文様が書いてあります。太陽ですね。太陽といえば、シャーマシュです。サンゴードです。このバウンダリーストーンでは、中央、やや右下にあります。これが、シャーマシュです。イシュタールの兄弟と言われています。ここに太陽の紋章が書かれています。つまり、このような形でですね、イシュタールとシャーマシュが組んでキリスト教を立ち上げたという私の説を裏付ける形になりました。シャーマシュですね。ギリシャ神話名ではヘリオスです。チタン族ですね。で、オリンピアンに負けてその座をアポロンに譲ります。まあ、ともかくも、このような形で、イシュタールとシャーマシュがここに出てくるわけです。それが、図らずも、フランシス法王の紋章の中に描き込まれていたということになります。なあち、ここで注意していただきたいことはですね、この IHS の言葉の文字の意味については定説がないです。が、こういうことも考えられるわけですね。I はイシュタールの頭文字。そして、S はシャーマシュの頭文字ということになります。なあち、まあ、このような形でですね、IHS は、すなわち、シュタールとシャーマシュを表しているということになります。イエズス会の紋章にそれが使われているということになります。これ重要な、大変重要な意味を持つわけですね。すなわち、シュタール、イナンナですね。日本と大変関係の深いイナンナです。そして、シャーマシュ、ウツですね。それが、このような、もう、イエズス会の紋章の中に、その頭文字が並んでいるということになります。イシュタール、なわち、ヘブライ名はマリアです。シャーマシュですね。ギリシャ神話名はヘリオスです。そして、マリアとイエスの正体は、イシュタールとシャーマシュであるということを、このような形で、まあ、証明したということになります。それをしていたのが、
言うまでもなく、ミケランジェロということになります。ミケランジェロは、この事実を知っていたと、私、林浩司は判断しています。で、ミケランジェロに話をつなげていきます。ミケランジェロ・ブラノティは、最初に、まあ、言いますかね、このペーター像を、歴史の中でも、最高傑作と言われているこのペーター像を彫刻します。その向かって左がマリアの右手を見てください。中指と薬指がくっついてますね。つまり、このような形でミケランジェロは自分がマラの、つまり隠れユダヤ教徒であったことを示したということになります。まあ、イルミナティのメンバーであったことを示していることにもなります。まあ、またこの頃ね、イエズス会は生まれていませんので、このペーター像ができてから35年後にイエズス会は発足しますから、考え方によってはですね、イルミナティが前身となって、その後、その精神を受け継いで、イエズス会が生まれたとも考えられます。まあ、これがイエズス会の、修道士の絵ですけども、中指と薬指がくっついている点に注意してください。まあ、このような形で、イエズス会のメンバーは自分たちの存在を誇示したということになります。まあ、それと同じハンドジェスチャーをですね、ペーター像のマリアもしているということです。で、これはザベル、フランシスコ・ザベルですけども、やはり中指と薬指がくっついていますよね。まあ、このような形で日本とも大変深い関係があるということです。まあ、35年後にね、イエズス会が生まれますので、ペーター像ができた時にはまだイエズス会はなかったということになるわけです。で、この情報はイタリア在住の協力者であるニコ・ジェルゾさんからいただきました。もともとイエズス会というのはですね、ここにもありますように、イエスの仲間という意味だそうです。あるいはイエスの会ということになります。まあ、当時、ローマンカトリックはマリア教と変身していましたからね、イスタール、すなわちイースターとなったわけですね。名前を変えたわけです。下が、マラナスの手です。まあ、現在はこの中指と薬指を曲げて使っています。現在のローマ法王の手を中部からご覧ください。まさしくマラヌスの手をしています。なあち、こういう形で私は隠れユダヤ教徒であることを示しているわけです。マラヌスの手です。まあ、これはまあ皆さん、昔はですね、隠れユダヤ教徒のシンボル的なハンドジェスチャーとして使っていました。まあそうした迫害の中からですね、正義という言葉が生まれました。現在、このハンドジェスチャーは、V サインとしても使われています。と同時に、このシンボルマークは、正義、ジャスティスの、ジャスティスを意味するシンボルマークとしても使われています。世界中の指導者たちも使っています。マナヌスの手です。日本の政治家、それから皇族もこのハンドジェスチャーを使っています。まさしく正義を表すシンボルマークということになります。で、結論ということになりますけども、ペーター像ですね。そして、ペーター像のマリアはですね、そのマナヌスの手をして今、ハンドジェスチャーを作っています。注目をご覧ください。イエスの会議ということになります。まあ、今までの話を総合していきますとですね、1500年後にイエスは復活したということになります。そして、現在の今も私たちのそばにいるという可能性が大変強くなったということです。まあ、そうした証拠がこういったところに残っているわけですね。そして、ミケランジェロはこのような絵を書き残しています。システィーナ礼拝堂の壁画です。まさしく、神と人間が指をつなぐその瞬間ということになりますけども、やはりここでもマルヌスの手が表現されています。注意深くご覧ください。イエスは現在の今も私たちの近くにいるということをミケランジェロイコール1500年後のイエスはミケランジェロを使ってこのような絵を表現したと私、林浩司は考えています。
イエス・キリストは私たちのすぐそばにいるということですね。そして私たちを温かく見守っているということになります。Bye for now.